はい、それでは4月25日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。5月から宅建合格する方法として一つ目の動画を作成しましたので、この動画の最後にお知らせいたします。ぜひ参考にしてみてください。また個別指導の募集終了まであと4名となりました。まだ今からでも十分今年の合格目指せますので、本気で今年絶対合格したいという方は一緒に勉強していきましょう。個別指導の概要についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。それでは本日の3問に入ります。 A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。 C が B に対して譲渡通知をした場合、C は B に対して自分が債権者であることを主張できる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から URL ご確認ください。答えはこれ×ですね。自分 C が債権者であることを債務者 B に主張するには、債務者 B の承諾もしくは譲り渡しに A から債務者 B への通知が必要なんですね。本文のように譲り受け人 C が債務者 B に通知をしても意味がないんですよ。なので今回は誤りなんですね。今回譲り受け人 C が B に通知しますよね。 C が B に通知をしたので、これ意味がないんですね。なので今回は誤りだということになります。で、実はこれには理由があるんですね。なんで C が B に通知をしても意味がないのかというところです。で、この点については少し長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。で、理由付けっていうのは合格するためのもう必須の勉強法なんですね。なので、ここでお伝えしようとしているこの理由ですね。これがすごく重要になってくるんですよ。こういったところをちゃんと頭に入れているかいないかで、本試験で引っ掛け問題に、引っかかる人と引っかからない人が出てきたりするわけなんですよね。だから応用問題でもちゃんと解けるようにするには、こういった理由付けっていうのはすごく重要になってきますので、こういった部分がわからない方は自分自身で調べて理解をするってことをぜひ行ってください。で、まあ、この動画で、ね、まあ、たまにですね、理由付けについてお伝えはしてるんですけども、やはりここでお伝えをするだけでは少ないんですよ。多くの問題でやはり理由付けって必要になってくるので、そういった部分はもうぜひですね、自分自身で調べてください。それやらないといつまで経っても点数伸びませんので。で、民法で言えば弁護士さんのサイトだったりとか、まあ、行政書士さんのサイトだったりとか、あと法律事務所のサイトとかですね、まあ、そういったところで、調べるっていうのがいいと思います。もしくは民法の、解説書みたいなのがありますので、まあ、そういったもので調べるっていう形ですね。宅建の教材ではですね、正直理解学習に必要な部分まで書いてありませんので、まあ、これ予備校の教材でも一緒ですよ。なので、今言ったようなところでちゃんと調べてですね、勉強してください。もしあなた自身がそれをやっていないというのであれば、おそらくですね、もうそれ理解できていない証拠なので、ぜひそういったものを使いながら勉強していただければと思います。もちろん時間かかりますけども、それやらないと、全然点数上がりませんので、注意しましょう。で、自分自身でできないという方はぜひですね、個別指導ご検討ください。全く法律知識ゼロの方でも、毎年一発で合格していただいておりますので、理解学習自信ないなという方はぜひですね、個別指導で一緒に勉強できればと思います。まあ、個別指導はこの動画の下の、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。売主が宅建業者として、宅建業者でない買い主は、建物の物件の説明を媒介業者 B の事務所で受け、翌日出張先から電話で買い受けの申し込みをしたと。後日勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、A はクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。まず、申し込み場所と契約場所が違う場合っていうのは、申し込み場所が判断基準です。で、今回、どこで申し込んだかっていうと、出張先から電話で買い受けの申し込みをしてるんですね。つまり、買い受けの申し込み場所っていうのは出張先になります。で、出張先っていうのは、事務所等以外なんですね。事務所等に該当すると、クーリングオフできないんですけども、出張先っていうのはここに含まれません。つまり原則契約解除できるんですね。したがって契約解除できないという本文は誤りになりますよというふうな結論になります。で、この問題というのは解けるだけではやっぱダメなんですね。実はクーリングオフについても考え方っていうのがあるんですよ。その考え方に基づくと、どんな引っ掛け問題が出たとしても対応できて、すべて解けるようになります。なので、ちゃんと理解するっていうところがやっぱり合格できるかどうかの境目なんですね。
で、開発許可も同じなんですね。その考え方を理解していたら、その考え方に基づいて、答えを導くっていうことがやっぱできるようになるんですね。で、そうすると、クーリングオフだったり、開発許可っていうのは、もう確実にやっぱ点数取れる部分になってくるんですよ。なので、そういったところをやっぱ得点できるかどうかっていうのが、まあ、合格の、分かれ目になってきますので、ぜひですね、そのところを理解しておきましょう。で、考え方については、個別指導で解説していきます。で、問3です。宅地造成工事規制区域内において、切戸であって、当該切戸をする土地の面積が400平米で、かつ高さ1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項または第2項の許可を受けて行われる、当該許可の内容に適合した工事を除き、知事の許可を受けなければならない、丸か×かという問題です。答えは、切戸の面積は400平米で高さ1メートルの崖なので、許可いらないですね。宅地造成工事の許可というものはいりません。なので、誤りになると。許可を受けなければならないとなっていますので、これは誤りですね。切戸の場合っていうのは、切戸をした土地の部分に、高さ2メートルを超える崖が生じる場合、または切戸の面積、これが500平米を超える場合、まあ、どちらか一方を満たしたら、これは宅地造成工事の許可が必要になってくるんですね。で、今回は400平米と1メートルなので、これどっちも満たさないわけです。だから、宅地造成工事の許可は不要だということになります。で、今回の問題文、このね、何々を除きですね。このあたりちょっと苦手とする方多いんですよね。で、何度かお伝えしてると思うんですけども、宅建に合格する上で一番重要なことっていうのは、この問題文を理解するっていうことなんですよ。つまり、ここの部分がどういうことを示しているのかっていうのをちゃんと理解するってことがすごく重要になってくるんですね。で、まぁ、ちょっとこの点については、長くなりますので、個別指導の受講者のみ、お伝えいたします。こういった部分をちゃんと理解すると、この問題文を理解できるようになってきて、本試験でも初めて見る問題もわかるようになってきますので、ぜひですね、ちゃんと問題文を理解するってことに焦点を当てて、勉強を進めていきましょう。で、問題文の理解の仕方、わからない方だったり、問題文理解するの苦手だなっていう方は、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。で、初めにもお伝えをした5月から宅建合格するための方法の一つ目の動画については、こちらの動画をぜひご確認ください。こちら動画載ってない方は、下の概要欄に URL 載せておきますので、そちらからもご確認いただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。